方、山田哲人、地球は怖くないけど藤波は怖い。阪神首脳陣と本人も頭を抱える請求難は打者にとって脅威。逆に言えば、投手にとって大きな武器になるということだ。実際、ヤクルトの山田も地球を怖いと思ったことはほとんどないけど、藤波だけは怖い、と恐れをののいていた。マジで書いてて草。本当に言ってて草。右打者は全員そう思ってるやろ。口には出さないだけで。岩佐だ、よかった。山田は藤波の時完全に成績捨てて回避最優先してるからな。そらこいつだけは殺しに来るからな。155への速球な上に高い確率で頭付近に来るからな。怖すぎるわ。実際普通の四球ってそこまで怖くねえからな。えげつないシュート回転してくるあいつの球は大谷のスピードボールより怖いわ。そらそうよ。これが1打席での出来事という恐怖。殺しに来てるやん。切れるよな普通ここまでされたら、笑うわこんなん。1打席でこれかよ。言われてもしゃあないわ。しかもこれ言ってるのが2015という恐怖。さすがにピンポイントで肩から顔面狙われると怖いわな。山田哲人、山田、左で打てや。